はい、どうもー、はい、楽しみ週間の時間ですよ。ということで出来上がりました。作ってる方のどうも、作りました、撮りました。あ、大体ごめんなさい。本日こちらでございます。これです、これです、これです。やっかな、これはもうめちゃめちゃ強力でしょう。ということで盛り付け、ちょっとごめんなさいね。なんかね、ちょっと鬼をイメージしました。鬼、ちょっとだけ鬼をイメージしました。なんか角生えてるみたいでしょ。ちょっとふざけてると思われたら嫌だなと思ったけど、鬼をイメージして作ったのがこれです。あら、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、濡れておった下が。なぜかって、その辛い辛い辛いだからさ、なんかちょっと鬼かなと思って。で、かけます。今からです、これ。今こっから完成です。少々お待ちください。で、きっとね、ちゃんと混ざらんだろうなと思ったの豆腐なんです。これ本当は、本当はって言ったらおかしいけど、豆腐も一緒に混ぜていけば、食べながらね、きっと、うわうわうわ、お、いいね、いいね。そうすれば、あ、やっぱそうだな、正解だな、これしっかり混ざるだろうと、しっかり混ざるでしょうと思いまして、これ2だな、やっぱ2だな、うん、2でしょうね、これは完全に。うわー、最高だ。で、野菜たちも、うわ最高だこれ、やっべえこれ、めちゃめちゃ楽しみ。後入れ粉末スープ、これが辛いのかな、これが辛いのかな、ちょっと見てみようか。まあこれ全部いこっか。もう一袋足すかどうかちょっと後で決めよう。あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさいじゃない、頭切れとった。あ、いい香り。これが辛いわけじゃないか、これは辛いあれじゃないか、魚粉か、ただの。これはいいわ、めちゃめちゃ美味しそうです。こうです。いや、もう最初から入れよう、もう最初から入れとこう。これもごめんなさい、なかなか食べなくてね、いろいろ考えてもしょうがないんだから、最初からこれもやっちゃいましょうよ。こうやって、そうしましょう、これでいきましょう。めちゃめちゃいい香りです。はい何のこっちゃわからない食べ物、僕だけが知っている。いただきます。はい、その前に本日もこちらでございます。こちらでございます。ブシュッとなりませんように。そりゃなるわな、そりゃなるわな、ハプニング続出でございます。続出でもないか、1個目か。はい、いきますよ。はい、乾杯乾杯乾杯です。作った時の油が手についとった。あ、大丈夫、美味しい、あ、大丈夫大丈夫。さあ行きましょう。どれぐらいの辛さかも全くわからないけど、まず塩茹でインゲン、もう味付きから。うん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 、あ、あ、いいねいいね、あ、辛いね、うん、あ、辛いな、ちょっとしかついてないけど辛いわ。あ、すげえわ、美味しいわ、うんうん、あ、トマトとも合うな、これいいぞ、これどこで買ったっけな、辛く、あ、美味しい、魚粉、魚粉美味しい、ブロッコリーとぴったり、あ、インゲンも美味しいな、インゲンちょっと高かったのよ、まあ、たっぷり入ったからあれやけど、んいくらだったかな、250円か350円か忘れたけど、
あ、ちょっと高いな、どうしようかなと思っちゃったんだけどね、絹さやスナップエンドウにしちゃおうかなと。もうちょっと量が少なくて、でもやっぱりインゲンが食べたいと。どうしてもインゲンにして正解でしたよ。うん、うん、ちょっと豆腐もいっちゃおうか、そのままね。 あ、そうめんです、そうめんで混ぜようと思ってるわけ、この豆腐も一緒にね。あ、こっちにあのキャベツとあれ玉ねぎのがあるわけね、こっちに。うん、辛っ、うん、辛っ、失礼しました、辛っ、あーいいね、うん、うん、辛くておいしい。あ、絶対正解、これ豆腐置いて。麺がね混ざらんと思うのよ。あ、だから豆腐あんま食べ過ぎたらダメだな、混ぜないと。のっけすぎか、のっけすぎか、きなこソーセージ、うん、いつも通り美味しい。ほらやっぱりね、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 混ざらんでしょ。そうそうそう、そう思ったのよ、豆腐がないと混ざらんぞと。ちょっと卵からやっぱ思った通りだった。これは豆腐も一緒に混ぜないと麺が混ざりませんよと思ったんですよ、こういう風に、うん、ちょっとあんまね見た目あれかもしれないですけど、こうしないと辛みが混ざりませんよと思ったわけです。こうしないとね、思った通りでございます。これ豆腐、それか油をね、油をかけるかどっちかだと思う。僕は豆腐を選びました、今回。豆腐が混ざることによって、いや、それでもなかなか手強いぞ。ちょっともうちょっと野菜減らそう、じゃないと混ぜれんわ。これなかなか麺にいけません、ごめんなさい、なかなか麺にいけません。もうちょっと減らさないと混ぜることができません。もうちょっと減らします。ねぶり鉢、ごめんなさい。でも、いい辛さだ。もうすでにさ、ちょっと辛そうじゃないの、これ。あんま混ざってないけど。辛そうって、さっき食べたから辛いの知ってんだよ。うん、うん。もう、味変えてきたもん。味がしっかりいってるとこと、いってないとこと、ちょっとムラが、いわばらつきが、トマト激しすぎる気がするんだよな。ほら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 、ここら辺は濃いよ、ここら辺は濃いよ。牛乳ソーセージ出てきた。もう調整しながらいくか。あ、辛っ、辛いです、辛いです、こうです、こうなります。ああ、うん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 、あ、辛くて美味しい。あ、飛んじゃった。天才漬けてもいい。うん、うん、うん、あ、いいね。辛いからさ、あ、これ相当いいわ、これ相当いい、うん、いや、豆腐が正解、豆腐が正解です。お、本当はどうやって食べるの。
うん、つけ麺でもいいのか。まあ、混ぜるのこれだからすぐ混ぜればさ、茹で上がって茹で上がって混ぜてから上に具乗っければ多分いけるんだな。僕なんかは後でこうやって混ぜようと思ってたから。そうなってくるとやっぱ豆腐がいないと。あー魚粉の感じいいな。初めて魚粉感を。僕が味わったのは確か マクドナルドの紙です。優秀です。確かですよ、あれつけ麺の名前忘れちゃった、どう忘れちゃった、あのあそこん？どっちで初めて食べたんだっけな、日吉の方だっけな、それともあのあれ新栄高校の近く、の方だったっけな、あの坂の途中の。どっちだったっけな。あしかも名前忘れちったわ、あのつけ麺屋さん。ぶっとい麺で最初びっくりしたな。でもすごい美味しい。これだからつけ麺っちゅうものにあんま慣れ親しんでなかったから、まだねそういう時代じゃなかったから、うどんじゃないかっちゅうぐらいのあれで感じて、すごい嬉しかったな。まあ太麺好きですからね、僕はそうめん食べながら言うのもあれですけど好きですから。あれ感動したな。あれが多分初めてだったと思うな、魚粉系を感じたのは。うん、多分ですよ。あれから確かですよ。でこれ麺の茹で加減ちょうどいい。ソーセージで終わっちゃう。魚と魚で相性いいじゃないね。辛いな、唇の周りが。唇の周りじゃない、唇が。ダメだこれ、ちょっとバナナ食べてくるわ、ごめんなさい、ちょっと辛いからだ。辛みがしっかりしてるから。辛っ。卵2です、卵2です。辛っ。豆腐がいてよかった、豆腐がいてよかった。見た目はあれかもしれんけど、これ正解ですよ皆さん。キャベツ玉ねぎも正解。辛っ。その入れてる量も正解。ダメだ、ついちゃった。辛っ。
栄養がわからんな。あ、別々書いてあるのか。両方合わせて124キロカロリーの僕はかける2だ。そうだ、ちょうどいいわ、ちょうどいい。しかし辛いな。これどこで買った、ドンキホーテだったな。うん、でもこれ相当いいっすよ。まだ売ってるのか期間限定なのか、それでもちょっと分かんないけど、これはおすすめだな。ちゃんと混ぜてから、上に乗っければ豆腐はいらない。でも今の迷いましたね、良くないね。でも僕はこの豆腐ありバージョンおすすめします。非常にいいです、非常に美味しいです。そうめん二束もやってるから決してヘルシーってことではないと思うけど、卵美味しい。うん、これほんと見つけたらもう一回買って食べたいなって思っちゃう。これ思っちゃうね。それこそあの ラーメンの麺だけとか売ってるじゃない。あれと一緒にさ、あれで、うん、やってみたりさ、そしてお腹いっぱいになるわ。辛みで脳みそが攻撃されて、あんま食べんな、あんま食べんなって指令出したのかな。量的に言うとそんなでもないと思うんだけど、そんなでもないでしょ。あ、でもそうめんを再ばせたら相当一般の方にしてみれば多いのか。いい加減にしろと有料か。でもこれあれでしょ、カプサイシン効果でしょ、ねえ。下手したら髪の毛まで入ってくる、これうまくいけば。ダイエット効果だけじゃなくて、ああ髪の毛まで入る可能性。
いや辛かった辛かったけどめちゃめちゃ美味しかったです。これ本当美味しいな。これスガキや。ああこれ本当いいな。おすすめです。今日も大満足、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。あ、眼鏡かけてる人はこの飛び散り気をつけてください。ごちそうさまでした。ごぼう茶どうも。